てください。お願いします。よろしくお願いします。居場所もここじゃねえなっていうのを多分ぼんやり思ってて、多分ちょっと遠い目をしていたのが多い。伊勢さんの第一印象は、酔っ払って人の胸を揉む女です。私は埋もれ気が加えて初めて2人と同時に会ったんですけど、事前に伊勢さんのツイッター上で名前を知ってたから、アイドル系の女優だと思ってて、会ってからのギャップがすごかった思い出がある。その目は稽古後の打ち上げで、おやってるみたいな感じで最初に絡んできたのが最初だったので、初めましてだけどみたいな感じで驚いたのを覚えてます。以上、ゲストの質問コーナーでした。アイドルエンドは女優力通じ中のコーナー。今日芝居ですね、恐ろしい。
知りたい。誰が考えたんだか私です。しんちゃん、はーい、じゃあお芝居できますか。お願いします。今回はずっと参加をさせていただきます。1から9のカードを4人に配ります。1が一番ステータスの高いカード、偉い人ですね、偉いカード。9が一番ラゴイカードです。数字を見て、その4人とのステータス差をみんなが出揃って1分で分かって、最終的に数字が一番ずれてる、ステータスが一番外れてる方が負けです。2回やって2人敗者が決まるんですけど、その2人で負けた方々は愛してるよゲームをやっていただきたいと思います。ではちょっと3人好きなもの選んで。私好きなよ。好きじゃない。3人いっぺんに。3人いっぺんに。はい、よじゃおーシュッシュッ。もうこれで。うわ、好きじゃねえ女の。まあ皆さんこのように久々に某夢の国へ来た4人です。スタート。はい、場所ここでいいかな。あーみんなの車に早く早くなんとかして、早く場所取られた。すいません、ここちょっとプレゼント一緒送ってください。皆さん、私の命が取り合ってるんです。すいません。愛してるよ。
抜け、2ゲームの後、勝者決定戦で全3ゲームでございます。勝ったプリンセスを真ん中で写真撮影をいたしますのでね、ちーちゃんとあきらと、茶漬けちゃんと、みっちゃんですね。ちーちゃん、ちーちゃん燃えていくの？ちーちゃん燃えていく、強そうだから。あ、茶漬けさんが勝つと思う人。おー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 、じゃあ勝つと思う人。おーいいね。3人3人か、任せて。リンゴ大会をやっていこうと思います。
それではね、リクセとののみの盛大宴も終わっちゃうの、終わりの時間が続いてしまいました。本当にこんな大切、たくさんの人に祝ってもらえると思ってなかったので、本当にありがとうございます。本日はご来場いただきありがとうございました。